どうも、吉部の正です。皆さん大変ご無沙汰しておりました。3ヶ月半ぐらいですかね。もう YouTube のね、あの動画の更新の方、ちょっとしばらくのお休みをさせていただいてましてですね、久しぶりの投稿となります。皆さんお元気だったでしょうか。僕はね、なんとか生きておりました。ちょっとね、忙しかったのもあるんですけどね、YouTube のね、動画をこう作ることをね、一回ちょっとこう考え直すというか、リセットする時間が欲しいなということで、何も誰にも何も言わずに急にお休みをちょっとねしてたんですけども、いろいろね、時間をこうゆっくり使ってね、いろいろ考えて、なんとなくね、今後の方針とか、こういうふうなモチベーションでやっていこうとか、そういう部分がですね、固まりましたので、皆さんにね、これを機にちょっと発表をして、今後の動画制作をやっていきたいなということで、この動画を撮っております。でまずはですね、皆さんにこうお礼を言いたいことがありまして、 SPO の、ね、チャンネル登録者数がですね、7500人にも迫る勢いで増えてきております。なかなかね、動画の更新もしないし、勝手に3ヶ月以上休んだりするし、本当にね、こんなこうちょっといい加減っぽいチャンネルにね、こんな7500人もの人が登録をしてくださってですね、非常にこう感謝する思いとね、なんかちゃんとしないと申し訳ないなみたいな気持ちがこう入り混じったような気持ちになっておりますが、ここまでね、支えていただいて本当にありがとうございます。で今後もですね、皆さんがこう待っていただいているということをですね、肝に銘じながらですね、動画の方を作っていきたいと思ってますので、何卒今後ともよろしくお願いいたします。はい。で3ヶ月半近くね、休んでて、特にバケーションを過ごしてたわけじゃないんですよ。休暇があったわけじゃなくて、毎日アクセク働いてたんですけども、 YouTube のチャンネルをね、3ヶ月半ぐらいお休みしてる間にですね、SPO のチャンネルのことをね、すごくこう傍らでずっと考えてたんですよ。で、どういうチャンネルに今後こうしていこうかなみたいなことをこう自分なりに考えてまして、こう視聴者の皆さんにもね、どんなコンテンツを作れば少しこう楽しんでもらえるのかななんてことをね、考えた結果、今までの感じでこう、無作為に動画作っていく感じは、そのままちょっとあるかもしれません。レビューとかちょっとやりたいこともたまにこうパッと湧いてきたりするんで、そういうのはまあ当然やるんですけど、2つの企画をね、しっかり温めていこうというふうに、自分の中でなってきたんですよ。でその2つの企画をね、今日発表したいと思うんですね。はい。でその一つ目が、もうすでに動画が何本か上がってますね、 I am というシリーズをですね、もっとこう、しっかり撮りたいし、継続していこうというふうに思っております。 I am というシリーズね、何だと、そもそもという感じなんで、ちょっと説明をねしたい、そもそも説明してないっていうことがあって、説明をしようと思うんですね、これを機会に。はい。で I am ってね、I シリーズのレンズ、シグマの、はい、I シリーズのレンズで自分のアイデンティティをね、こう語っていただく、でそれを喋ってくれる人のインタビューを取るというのが、そのシリーズの趣旨でございます。はい。アイアムはね、こうなんて言うんでしょう、撮影するのも楽しいし、当然こうアイシリーズのレンズが実際の仕事でこうありそうなインタビューの撮影とかね、そういったものでも全然余裕で使えるっていうところの、照明にもなるし、何よりもですね、こう個性豊かな人たちのですね、自分のこう内面とかのお話を聞けるっていうのが何よりも楽しいんですよね。はい。このままね、アイアムというシリーズはですね、継続で続けていこうと。題材になるというか、こう喋っていただける人がね、そう簡単に見つからないので、こう頻繁に更新していくというわけにはいかないんですけども、今後も大切に続けていこうというシリーズでございます。まず一つはアイアム、もう一つですね、この間ね、急にポンとこう3分ぐらいの作例がですね、急に上がってですね、何これと思った方も結構いらっしゃると思うんですけども、リレビューというタイトルをつけております。はい。でリレビューってね、何かっていうと、これまでね、2年近くですね、シグマさんのレンズのレビューとかカメラのレビューなんかをさせていただいたんですけども、もう一回ね、こうちゃんとこう一からやり直したいっていうか、その時間が経ってそのレンズの良さなんかもさらにこう分かってきたんで、もう一回こうじっくり楽しみたい、でその動画とか写真をね、シェアしていきたいっていうことで、リレビューというタイトルをつけてですね、すでにもうレビューが終わったものをもう一度しっかりやっていこうじゃないかというような企画になってます。でこのね、リレビューですね、ただ単にね、また同じレンズを使って撮るっていうふうにしてもね、そんなにこう自分的にもこうモチベーション上がらないかなと思いまして、ルールをちょっと決めました、自分の中で。それがね、こう3つあるんですけどもね、まず1つ目はですね、
シグマ FP の12ビットのシネマ DNG で撮影をするということなんですね。これまでね、あのレビュー動画はですね、基本的に FP で撮る場合は8ビット420のカラーモードを使用した映像をね、撮影して、あまりこういじらずに皆さんにこうご提供してきたというか、あのシェアしてきたんですね。ただあの一応僕もこう見えてカメラマンでありこうクリエイターの端くれですので、自分なりのこう色を作りたいとか、自分なりにこう色をこう楽しんでいきたいという気持ちがありますので、じゃあローで撮って、12ビットのローで撮って、あのダヴィンチでカラーグレーディングして皆さんにお届けしようじゃないかということで、シネマ DNG で撮影をするというのが一つ目のルール。で、二つ目がですね、まあ、あのなんかね、こう今まで散々撮っておきながらね、言うのもあれなんですけども、あの動画の場合どうしようもないんですけど、まあフレームレートに対してこうシャッタースピードがある程度こう制限されるみたいな感じの部分があるじゃないですか。まあ見やすいシャッタースピードっていうのがあって、まあ俗にまあフレームレートかけ2なんで、まあ全然決まっても何でもないんですけど、俗にまあフレームレートかけ2ぐらいの、あのシャッタースピードであまりかけ離れないとこでやっていった方がいいよみたいな、ね、話があると思うんですね。で、ただそうしますと、例えば開放 F1.4 とかのレンズとかになってくると、まあ、確実に露出過多になるわけですよね。するとまあ皆さん考えることは一緒だと思うんですが、 ND フィルターをつけて撮影すると。で、その ND フィルターをつけるっていうことがですね、レンズのこうなんていうんだろう、個性とかそのレンズの良さみたいな部分をですね、若干こう失ってるというか、スポイルしてるんじゃないかみたいなそこはすごい気になってたんですね。ですので、今後のですね、あのレビューの撮影においてはですね、シネマ DNG で撮るんですけども、レンズも ND フィルターをつけずに撮影しようと思います。はい。まあ、ですのでシャッタースピードを、ね、上げるしかないので、ちょっとこうパラパラするような感じとか、ほんのちょっとね、こう動きがこうぎこちないみたいな部分が、ね、あるかもしれないんですけども、そんなことよりもあのレンズ自体のですね、良さをですね、映像としてもしっかり伝えようということで、ND フィルターレスで撮影をするというところが、ね、1つ、もう1つの2つ目のルールですね、になっております。はい。で、3つ目のルールが、あのカラーテーマを決めていこうということなんですね。で、グレーディング、カラーグレーディングをするとダヴィンチでってなるとですね、まあ、しかも12ビットのローデータですよね。あの非常にこういろんな風にこう色を変えれるわけなんですよね。こう調整幅が大変広いとってなってくると、すごくね、あの逆に迷うんですよね。まあ、自由にできる分、まあ、なんかかっこいいよねでやってもいいんですけども、そうなるとね、こう自分的にもこうそんなにこう楽しくないというか、飽きてしまう可能性があるなということで、まあ、自分のこうあまり得意としないような色味も含めて、自分の勉強のためにもなるなということで、都度カラーテーマをですね、こう決めて、グレーディングをしていきたいと思っております。まあ、あの気分としてはね、こう万年筆のこうインクを選ぶような気分で、今回は赤系だとか、今回は茶系でいこうとか、今回はブルー系でいこうとか、そういったような感じの考え方でもってカラーグレーディングをしていくというふうに考えています。はい。で、まあ、モデルのね、あのこう撮影用のラットみたいなのをね、こう作ったりとか、あのグレーディングもですね、こう人の肌を中心にね、あのグレーディングしていくみたいな、色の調整というかカラーグレーディングが、まあ、結構多いと思うんですけども、あの僕もそうなんですけど、仕事以外の撮影ってね、なかなかこう人物をがっつり撮るっていうのはあんまりないですよね。はい。あの普段ねプライベートでモデルさん呼んで都度撮りますみたいな感じもあんまりないもんで、あの基本的にはね、あの風景とか、あの、まあ、人撮っても自分がちょっと入っちゃうとか、そういう感じの撮影しかなくてですね、で圧倒的に景色を撮ることが多いので、リレビューではね、多分8割ぐらい、8割9割くらいかな、景色を中心とした撮影にはなると思うんですね。なんでこの日本の、あの、まあ、僕はあの住んでるエリアが九州なので、九州の、ね、いろんな県に行っていろんなこう四季を撮っていく中で、景色に合った色味みたいなものをこう自分なりに考えながら撮影をしていくと、あのグレーディングをしていくというふうに、そんなふうな楽しみ方をしていこうと思っております。で、ね、リレビューの、撮影制作をしていくにあたってですね、シネマ DNG で撮影をするというふうに決めてるんですけども、もともと FP はあのもう発売当初から、ね、ローでは撮れたカメラですので、今まででも、ね、使おうと思えばいくらでも使えたんですけども、なんで、ね、これあんまり使わなかったかと
言うとですね、まあ一番のネックになってたのは多分データ量の大きさだと思うんですよね。はい、あの12ビットのシネマ DNG の画質が素晴らしいというのはもうよくわかってるんですけども、僕もね、あのレンズレビューで使ったのは多分1回か2回だと思うんですよね。はい、それ以外は全部圧縮フォーマットで撮影をしてきました。はい、なぜならデータがめっちゃでかいからです。はい、あの撮影してね、あの例えばこれあのサムスの T5 をあの接続してるんですけど、これ1テラのモデルですね。これで45分ぐらいしかおそらく撮れないんですよ。でそうなるとね、あの皆さんね、パソコンどんぐらいのこう感じで SSD をここに持っているかわからないんですけど、僕大体1テラモデルが多いんですね。2テラとかすげえ高くなるんで、1テラのものでプロジェクトをまあ2つぐらい掘り込んでこうちょっと編集してるみたいなことが多いんです。はい、なのでここで1テラパンパンに取っちゃうともう入んないじゃないですか、 Mac の中に。はい、なると外付けの SSD を使うみたいなことになると、今度ちょっとスピードが落ちるととかちょっと面倒くさいと。はい、ここに挿してね、こう持ち歩きづらかったりするんで、あの膝の上に置いて編集とかできないんでちょっと面倒くさいとなるので、こうパソコンの中にパッと入れてささっと編集して仕上げるみたいなことが、こうちょっとこうデータがでかすぎてやりづらいよねっていうところがありました。であとは撮ったものをですね、都度もう消してしまうならいいんですけど、なんかこう気持ちとして置いときたいなみたいなショットが結構あったりとかするとね、それをこう都度こうそのシネマ DNG で撮影すると膨大なデータ量になって、メディアのコストがすごいかかるというふうなことになりますよね。なんであのなかなかね、こうシネマ DNG を使うっていうことにこう踏み切れなかったんですけども、今回からなんでね、そのあのシネマ DNG をこうガンガン使っていこうってなったかというとですね、スリムローというソフトがあります。はい、もう1年以上前かなぐらいからこうずっと気になってたんですけども、まあ自分的にまだこうローは今はいいかなみたいな感じになってて、特にねこう導入せずにいたんですけども、最近ねそのリレビューをやろうというふうに決めてからローで撮りたいので、まあ再度調べてたらやっぱりスリムローがいいよねということで購入をいたしまして、テストを何回かしました。であのまあ使ってみたんですけど、まあ非常にいいと。はい、であのデータもねめちゃくちゃちっちゃくなるんですよ。はい、すごい軽くなるんで、スリムローを使ってね、取ったデータをそのまま PC の中に掘り込むんじゃなくて、スリムローで圧縮して保存してダビンチに読み込んでカラーグレーディングを行って仕上げるというふうな流れを取っていこうということになりました。なので、まあ、外で FP で撮影をしてきますよね。で撮影し終わったデータですね、これをですね、カメラからそのまま SSD でMac につなげまして、スリムローで圧縮して Mac の中に保存する。でこの残ったデータですね、これはもうまたフォーマットして新しい撮影にいくということなんで、カメラからあの、非圧縮の状態の重たいシネマ DNG はもうカメラから出ることがありません。はい、なのでもうこの中で完結して、ここで圧縮をしてもう作業しちゃうんで、元データの大きいデータは撮影の前にフォーマットするという形で考えています。はい、まあ、その運用の仕方がね、今のところこう一番いいし、あのストレスも少ないといいますか、データもね重くないのでそんなに、はい、非常に、ね、使いやすいので、スリムローの方をですね皆さんにもこうお勧めしたいなと思います。まあ、あの FP ってね、あのカメラでローの動画が撮れる数少ないボディだと思うんですよ。基本的にはね、こう外部収録機がね、ないとあのローの撮影っていうのはできないですよね。あのビデオアシストとか忍者5とかそういったものじゃないとあのローが撮れないということになりますよね。でまあそうですね、そのね、まあブラックマジックのカメラなんかはねこう撮れたりしますけども、それとこう FP ぐらいで、おまけにコスパもいいしフルサイズだし絵もいいと、おまけに12ビットで撮れるということでですね、非常にこうなんか性能の高いカメラだと思うんで、スリムローをですねこう使って、もっとこうローをですね一般的にみんなが撮るみたいなところになっていけばいいかなと思うんですよね。はい、まあ、10ビットのね422のログもね撮れると非常にありがたいんですけどもね、 FP 君の場合はですねそれがちょっと撮れませんので、その代わりといってはなんですがローで撮影するという機能をね準備してもらってますので、それをこう存分に使っていきたいということで、今後はあのスリムローを使って圧縮したものでですね、しかもですね、どうせ圧縮するなら一番圧縮した状態、最も軽くした状態でグレーディングを行っていくと、
まあ、一番、ね、気になるのはどんぐらいこう元の状態から劣化するのかみたいな部分が気になると思いますので、そこら辺もねもうマックスで圧縮した状態でグレーディングをしながら元のものとね比較しながらこう差が今のところ、ね、差はそんなに感じないんですけども、あの ここがちょっと違うよねみたいな感じがねこうデータとして自分の中に溜まってきたらですね、皆さんにもシェアしていきたいと思うので、あのひとまずはですねもう最大圧縮率で圧縮して軽くしたローデータをグレーディングして、公開をしていこうというふうに思っております。で、まあ、あのワークフローとして、ね、いいですよね。このもう SSD 取り外すことがそもそもありません。もうねこう取ってねこう刺してここで編集みたいなとかね最初の頃やってたんですよ。あの圧縮できなかったんでこのままこう刺してですねこのままこう編集みたいなねあのカラーグレーディングみたいなことをしてました。はい、でそれがねあの今回からねこうもうそのまま Mac の中に入れてね普通にこうグレーディングしてるというような使い方ができて、おまけにこうもう SSD 外さないのでもうこうねここからこうペッてこうコードだけ伸ばしてブスッと刺して使うと、はい、いう感じでね、このなんかやり方もね個人的にすごいなんか楽しいです。あのカメラからカードを抜かずにねこのまま刺すだけという感じで、撮影前にその都度フォーマットをしていくというやり方がね自分的にすごいこうなんか、なんか楽しいというかやりやすいなと思いますので、皆さんもぜひねやってみてください。はい、でね今回ね作例としてあの公開してます亜麻色というテーマでカラーグレーディングをしたあの3分ぐらいの動画なんですけどもね、あれもね実はねこの 90mmF2.8DGDN コンテンポラリーのレンズを使って撮影したんですけども、あれもね ND つけてないんですよ実は。ですので、シャッタースピードがねほとんどのショットも1000分の1なんか全然超えてます。はい、あの場合によって4000分の1ぐらいまで上げたショットもありますね。あのこう日が高くなってくるとねすごく明るくなってくるんで、やっぱりもう全然平気でね開放なんかで撮ってると4000分の1とかいっちゃうんですけども、見ててどうでしたかね。あの特にこうシャッタースピードの情報とかね撮影情報載せてなかったんですけど、そんなに気になった人ぶっちゃけいないんじゃないかなと思うんですよね。まあ、なぜならこうフィックスが多かったので、あまりこうフレーム自体が大きく動くみたいなショットもなかったですし、まあね、車、まあ、ちょっと お試しでというか試しにね車が通っていくショットをねあの2ショットぐらい入れてるんですよね。でその感じでちょっと動きを自分でも見たいなと思って撮ってみてたんですけども、あのそんなに違和感特に感じないし、まあ、例えば水がこう波のねこう揺らぎみたいなものも特に違和感もなかったし、草木がこう揺れる感じとかもですね、あのなんかパラパラパラみたいな不自然感は特に感じなかったですよね。ですので ND はね実際必須じゃないなと、はい、いうふうにあの個人的に思ってます。はい、ですのであのなんかね ND フィルタレスはね今後なんかどんどんやっていってもいいかなというか、セオリーがね必ずしも正しいとは限らないので、なんかね動画で別にシャッターガンガン上げてもいいじゃないかみたいなとこで、っていってもいいかなと思ってます。はい、なので、まあ、少なくともリレビューに関してはもう ND をこう入れていかないというふうに決めたという次第でございますね。はい、はい、で今回はですねあの SPO のチャンネルのですねチャンネル登録者数が7500人ぐらいいっちゃいましたよっていうのでありがとうございますっていうお話と、で、まあ、長いこと休んでてすいませんでしたというお話と、あとですねその方向性ですね、2つの企画をこうしっかり温めていきますよっていう話、あとはその2つの企画の中の1つリレビューのですねワークフローはこんな感じでやっていきますよっていうお話ですねをさせていただきました。で次からですね、まあ、あの作例をどんどんね、まあ、リレビューが多くなっていくと思うんですけども撮っていくんですが、あのダヴィンチのですねカラーグレーディングをどんな風にやってるかとか、まあ、僕ねそんなにダヴィンチがめちゃくちゃこう使えるとか認定トレーナーの資格を持っているとかでわけではないんですけども、仕事ではね割と長いことダヴィンチ使ってきてるんですね。で編集で例えばエディターとしてこうやるとかカラーグレーディングをまあカラーリストとしてやるとかいうレベルでは全然なくて、僕がやるのはもうカメラマンなんで仕上げるトーンですね、こう映像自体のこうトンマナを考える時のこのトーンですねとか、あとはそのこんな風な色味に仕上げたいっていうリファレンスを作るためのグレーディングを主にやってました。なのでまあこう僕がなんとなく、ダヴィンチでですねこういう感じの雰囲気に仕上げたいと色に仕上げたいっていうリファレンスを作って、それをエディターやカラーリストの方に共有して仕上げてもらうというようなダヴィンチの使い方をしてたんですけども、昨今はねもう僕自身がこう仕上げてしまうみたいなこともね割と多くなってきたので、あのそういった意味も含めてですね自分のこうダヴィンチの勉強も含めてあのグレーディングしっかりやっていこうじゃないかと、とはいえ、まあ、趣味でやる
映像ですので、まあ、仕事ではありませんので、こう存分に楽しんでいきたいという部分もあります。ですので、あのカラーテーマを決めて、本来ならしないような、ね、こう色の転び方をしてたりしてももう気にせず、まあ、気持ちいい色だなっていうところを中心にグレーディングをしていこうと思いますので、テクニカルな、ね、感じではちょっとないかもしれないんですが、あ、こんな風な気楽な感じでグレーディングしてもなんかいい色に仕上がるよねみたいなところで見ていただけると、あの非常に嬉しいかなと思ってますので、今後とも何卒よろしくお願いいたします。それではね、あの今後またあの動画どんどん、ね、更新どんどん更新できるかな、まあ、なるべく、ね、定期的にあの公開を、ね、していこうと思ってますので、よければまたチャンネルの方遊びに来てください。それでは次の動画でお会いしましょう。 SPO のマサでした。バイバイ。